性がメガレックスが進化した。デルタストリーム。デルタストリームで、乱気流が飛行ポケモン。え？シバル。シバル。ゲー！はい。で、キデリの影響が。全然食らわない。全然食らわない。え？あ、ドラゴン入ってるの。あー！カリオ転生。これ属性なんすか？飛行ポケモンを守るって見た。何それ？何それ？え？すごい。これカリオ転生ですよ。え、なんで？ちょっと待って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 。は？一撃でしたね。ごめんなさい。なるほど、おばけみたいな。いやー、さすがメガレックス、増田さんやりました。いやでもね、ドラゴンって大体ね、ほら、これに弱いから。いや、コスケ、大丈夫、まだ2体いるから。まだ2体いますから、ね。大丈夫、勝てる勝てる。生き物が出てきた。全部あれか、雪フラッシュ。謎の乱気流の勢いは止まらない。あれ雪フラッシュが、あれ発動しない。そうなんです。乱気流は、ガールと天候他がもう一切あの出なくなる。天候を他の状態に変えることができなくなる。嘘。書き換えができない。書き換えができない。じゃあ雨乞いとかしても意味ないし。はい。雨乞い、日本バレスの嵐、あられが失敗します。そして雨降らし、日照り、砂起こし、雪降らしが発動しなくなります。もうこの患者さん入れちゃうんだけど、雪乃の目、目がさえあれ、雪乃の目みたいな。さらに飛行タイプにを守るってコメントが出たじゃないですか。あれは飛行タイプのポケモンの弱点となるタイプの技のダメージが通常のダメージになる。何？という。そうなんです。こっち側だけですか。ちょっと待ってください。仮に、はい、これレックウザドラゴンありますよね。はい。これ仮にじゃあ吹雪とか打っても、はい、松君が通常になる。なんだそれ今俺氷の詰めて選んだけど悲しみの結果がもう待ち受けているじゃないですか。さあ、じゃあちょっとあえてやってみましょうよ。これであえて読んで、本当だったら4枚なんですが、あ4枚が2倍になるっていう。飛行ドラゴンだからほぼ2倍になるっていう。強制ない。4倍が2倍。おー、さあ、え、ちょっと待って。一撃やりました、やりました。あ、レックス、あ、防御と特防が下がるから威力は落ちないんだ、はい、なんだそれ。じゃあ全部先制されたらやばいじゃん。そうなんです。じゃあ待って、はい、最後ね、こいつ抜群ってこれ。なんで抜群を取ったかというと、画量転戦は飛行技となってます。飛行技です。はい。なるほど。で、アメフラシもダメ。ダメです。じゃあ最初のリザードンは普通の飛行技でタイプ一致だけで落とされたってことですか。そうですね、飛行あるのに。そうなんです、ダメージがそのまま。だってリザードン飛行とかではない、うん、おかしくない。物理技と特殊技どっちですか、うん、これ特殊じゃない。特殊なの。画量転生どう見ても特殊かな。コスケ、さすがにサンタテはないやん。ちょっと待って待って待って。あー、残念。ここまで勝ちました。コスケったな。ウィンということで、はい、ここまでがゲーム画面で、このリザードンと一緒に全てのメガ進化を倒してその頂点に立つ。メガ進化、紐解かれる新たな物語。古の古文書を求めアランが降り立ったのは応援地方だった。我が心に答えよ、キーストーン。進化を超えろ、メガ進化。ポケットモンスター XY 特別編、最強メガ進化アクト2、11月6日始動。
バーン。